さあ本日もゲストコーナーに参りましょうか、はいはい、ね、素敵な方がお越しです。どうぞ。おはようございます。鈴木若と申します。よろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。また素敵な今日はお洋服ありがとうございます、はい、バランスがいいですね、ね、赤と黒でね、赤と黒で、うん、とても、はい、好きな色は赤と黒とかそういうの。ピンクです。ピンクが好き。ピンク、私もピンク好きなんです。全然違いますけど、ね、はい、ピンクが好きですか。やっぱ同じ人ピンク好きですよね。そうですね、女性らしく見えるような気がするんですよ。あ、なるほど。ピンクはね、あの事務所の方がね、浅月千夏先生の事務所でございますけど、はい、どうですか。え、もうね、先生はもう素晴らしい、はいはい、素晴らしい社長でございます。はい、今日お越しですからね、はい、やっぱりいろいろ褒めとかないとね。いや、もうマジでマジでマジで、はい、はい、素晴らしい社長ですよ。あの歌は、はい、のに入るきっかけなんてのはどういう、はい、はい、ですね、はい、一番昔ですね、昔と言いますかね、はい、皆さんと友達とね、カラオケに行って、うまいねって言われて、その調子になって、じゃあちょっと勉強してね、あの施設とかに行って歌を聴かせられたらいいなと思いまして、それで勉強いたしまして、まあ、だんだんね、いろんな大会出ますよね、はいはい、大会ね、大会で、はい、あるところの大会で優勝して、まあ、だんだんね、賞をいただけるようになったんですね、どこに出てもね。で、優勝した時に、はい、あのCD 出しませんかって言われたのがきっかけでございますね。ああ、そうですか、はい、ご出身はどちらなんですか。埼玉県でございますよ。埼玉県県内でございますじゃないですか。 どこですか。はい、埼玉の。埼玉の広いですか。東松山市です。東松山、はい、今はですね、はい、間違えてません、村山と。え、村山と間違えてません。なんとなく雰囲気が今、村山ってのは東京ですもんね。東京ですね。大丈夫でも、そう、はい、うん、なんかそんな感じ。それは分かってますまあそういうことでね、はい、まあ頑張ってらっしゃるんですけれども、はい、何年ぐらいも。今年ですね、メジャーデビューいたしまして、はい、まあ、7年目でございます。どうですか、だんだんこう自信というものがこうついてきて。まあ、そうです ね、最初もガタガタ震えてましたけども、まあ、震えなくて歌えるようになったかなっていう感じですね、うん、そうですか、はい、何枚ぐらいあれですかね、この愛の歌ってのは。そうですね、愛の歌はですね、はい、すごい、CD2 枚目でございます。ああ、そうですか、はい、いいですね、これなんかね、綺麗な、はい、うん、ね、愛の賛歌のイメージを、はい、そうですね、なんか想像されるために、ね、書いていただきましてね、うん、本当に、すごい嬉しいです。なんか愛の賛歌したら、あなたの燃える手で、これですよね。皆様にね、本当に若から愛のメッセージをという感じですね、うん、なんかあれですかね、はい、なんかポイントというか、はい、どういうふうに歌えば、うん、やはりですね、やっぱりちょっとスケール感も出しながらですね、はい、やっぱり心を込めてこの詩を皆様にお伝えするという形で歌っていただけたらと思いますね、一番のポイントはどこなんでしょうかね、これどの辺が。もうもうすべてなんですけど、やっぱりね、もう最初はやっぱり笑顔でね、笑顔で、笑顔で、花が咲くようにってやっぱり笑顔で始めてほしいと思います。あ、笑顔ですよ。そうですね、やっぱり歌は笑顔で、そうと歌、そうですね、歌って笑顔で歌ってると、あの皆様も笑顔になるんですね、聴いてる方も、ね、それはでも大事なことですよね。それでやはりこう訴えるように歌うと、こうやってうなずいてる方いますよだって悲しい歌でも、悲しく歌っちゃもうね、真っ暗になっちゃう。言いますよね、悲しい歌こそ明るい感じで、はい、そうですね、基本ですよね、はい、そうですね、はい、なんかね、お知らせがあるそうですけど、はい、はい、ございます。私、今年12月22日ですね、はい、東松山市のガーデンホテル春閣におきまして、はい、追加歌の7周年記念、そして、新曲発売記念、そしてクリスマスパーティーを開催いたしますので、はいはい、どうぞ皆様お誘い合わせでいらしていただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。はい、これは楽しみです ね、 ね、若さんいつもエレガントなんですよ。エレガント、エレガントなの。いい言葉を使いますね。エレガントです。いつもです。いつもです。いつも素晴らしいです。でも仲いいんですか。
同じステージ ね、 ステージね、うん、何回かご一緒しますからね、はい、同じ埼玉回ってますので。あ、はい、じゃあ仲間ですね、歌仲間。そうです ね、 ね、もうあの若井さんはもういつも機嫌こうにありましてね、はい、私なんかこんな感じでいるんですけど、うん、こんな感じでどういう感じなんだ。ちょっとこう、ね、隅っこの方で隅っこの方。そんなことないですけど、はい、お着物もとても似合ってね、うん、まあ褒めっこになっちゃいますよ。いや本当です。私いいですよ、お着物着ないのでね。あ、ドレスだってフランス人形みたいですよ、とってもどんどん本当に、まあ、1周年の時と3周年の時と5周年の時、うん、今度7周年で着ようかなって、うん、あ、いいんじゃないですか。でも、うん、30分ぐらいで抜いてしまいますが。そう、あ、そうですか。私初め、あ、うん、ね、お見せしていただければ嬉しいですね、はい。お店、はい、ここに来たの。あ、来たのね。お着物を見たことないそうですか。着物も似合いそうな感じがするんですけど ね、うん、ね、 より一層女らしくなりません、うんうん、ですよね。あんまり着ないないので、うん、歩けないですね、歩けない、うん、あとここキュッと締めちゃうと歌えないですね。ここね、私もね、さらしを巻いたりするでしょ、そういう帯をするでしょ、うん、だから夏はダメですね、汗かいちゃうから、はいはい、今はだから着てないです。あ、そうですか、うん、私だって着物は着ますけどね、たまには。あ、そうですよね、はい、男の方のまたお着物はまた違う、ね、自分で着れないんですよ、やっぱり自分で ね、 でね、難しいですよね、着物って。ね、一人で来て取れちゃったりしたら大変です。そうですよね。はい、はい、まあ、そういうことで、まあ、いい歌ですので ね、 これね、愛の歌、はい、頑張っていただきたいと思います。それでは、曲紹介をお願いします、はい、では若から皆様に愛をお伝えいたします。どうぞお聴きくださいませ。愛の歌でございます。